Hello, everybody. Thank you for coming. And we have a little movie to present for you today. Exactly 8 months from the day of the tsunami, we went up to Ishinomaki with our good friend and director, Paul Johannesson. And we went up there and shot a little movie. This is about our friends and our extended family in Ishinomaki. Then and now, here's the film. は2人で話し合いをして、外にいるおばをね、どうやって家の中にもう入れることができるか、そういう相談をしていた時に、目の前をものすごい巨大なトラックが音を立てて流れていったんです。その時にお父さんが、じゃあ位牌を取ってくるからって、それで私が早く逃げようって言って上がった途端に津波が来た。川にみたいになってて、だんだんこう水が来て、慌てて、あと外の階段から2階に上がって、全部道路が水でした。叫んだんですけども、ママはですね、リビングルームに走って、でリビングルームの窓を開けて、自分の妹、私のおばの手を握って、で僕は津波を見て、ママを見て、津波を見て、ワン、ツー、スリーぐらいでもう津波がヒットしてきました。それで僕の家族の物語はもう終わってしまったんですね。死んでしまいました。うちの店だとね、2メーター20ぐらい来たんです。津波の高さが。でも1階が全部ダメで。でも、商売はちょっとできないっちゅうことで、僕の叔父なんかも門の脇町に家を建ててたんですけれども、基礎を残して全部なくなった。思い出も、思い出したり振り返ってみてもね、もう価値がないと思います。人の命を奪いね、それから家を壊し、それで家族を奪いましたね。それから、その要するに皆さんの人生そのものを壊してしまったんですね。で僕は身近な人はそんなになくしてないんだけれども、本当に家族全員死んでしまった人とかもたくさんいます。グラウンドにもうたくさんの車あったんです。というか、みんな津波、あそこ太平洋ですから、海からもう津波が来るんですね。それでもうみんな人も車も全部この学校にもクラッシュしてくるわけですね。それで結局最後はここにもうみんなぶつかって、この学校にぶつかって、車も人もぶつかって、それでその次々に車が重なってね、たくさんありました車が。でその中でパパ、ママ、子供、おじいちゃん、おばあちゃん、焼けて死んでたわけですね。燃えて死んでしまったし、もう逃げることできなかったんです。ドア、車のドアも開かないし。で、その後もここはずっと火事でしたから、ずっと燃えていたんです、ずっと。ここに逃げ込んだ人たちは結局あっち、
あそこからさらにあのはしご裏山にかけて逃げた人だけ助かった。で、うん、ここに残ってた人たちは死んでしまった。今でもこれからそのどうすればいいんだろうかと、あの What shall we do? でその答えをね、誰も見つけることができないまま、あの8ヶ月が過ぎてしまったんですね。国も県も被災者に対して一つ明かりをね、灯してくれれば、そこに向かってみんな頑張るんですよ。明かりがないんです。どこに向かって頑張っていいか分かんない、先行きが見えないから、そうやって自殺者が出てくる。台所もない、お風呂もない、リビングもない、寝る要は2階の寝室しかない状態のところに、あんたら1ヶ月でも2ヶ月でも住めるのかって。石巻市に関して言うとね、あの復興は非常に難しい、インパシブルだと思ってます。おそらくできないんじゃないかと思ってるんですね。それはね、どういうことかと言いますとね、ビルディングはあのリコストラクションできるかもしれませんね。ただこの心、精神ですね、心、心と心、まあ、ハートトゥーハートですね、その会話が必要なんですね。でご存知のように、あの仮設住宅のようなところですと、もうあの自分のネイバーフッド、隣、これが分からない、誰だか分からないんですね。ですからあの会話もない、つまりね、あの心と心の触れ合い、交流がないんです。で僕たちはまず何を考えるかというと、だからそういうね、あの孤独を感じている人、悲しみを感じている人、それからいつも泣いている人、泣いている人たちにまずね、手を差し伸べること。でどう、元気ね、それで今度はあのスープキッチンをしましょう。こちらの方で町内会のね、あのグループがあったんです。そこを閉めるって言った時に、私は我慢できない、困ってる人がいっぱいいるっていう状態で、じゃあ私全部やりますっていうことでこれをやり始めたんです。まずはそこから。そうしませんと、あの孤独を感じている人はね、最後はあの自分自らの自殺を選ぶんですね。先行きが見えない、だから私の知ってる人だけでも2人も自殺、ここ2ヶ月で2人自殺してるんですよ。やっぱり精神的心のところでは、お母様たちももちろんまだまだ落ち着かないところはあると思います。だいたい2人に1人は未だにあの失業、仕事を見つけることができない状態ですね。ここの地区は、海沿いというか加工屋さん、お魚関係の加工屋さんとかにお勤めの方も多くいらっしゃいましたので、その方たち、お母様たちはもう仕事がない状態で、あのやはり次に向かうためにはやっぱお仕事っていうことが一番かなというふうに感じています。石巻市はね、今ね1ヶ月10人自殺してるんです。だから3日に1人ずつ自殺してるんです。これからやるのはすごい冒険なんですけどもね、これがないとノイローゼ気味になって、なんか何の気力もなくなってしまうような気がして、みんな、まあ、無謀だと思ってるかもしれないけども、1年でも2年でもできる限りね、そうやりたいと思って、やるつもりでいます。3ヶ月間避難所にいたんですよ。で何にもやることがなくて、もう本当に2人とも病気になってしまったんですね。お店の名前は松竹という料理屋さんが、まあ、リリースしているラーメンカーでラーメンを売ってます。再建を考えたんですけども、再建をやめて無職で過ごしたんですけども、同級生がここの松竹さんをやっててバイトするようになって、で今アメリカに行くためのビザを待ってる、就労ビザをね、イミグレーションに言ってんですけど、なかなか出してくんないっていう。てか、ビザよこせ、畜生みたいな感じで。ええ。ギフミービザみたいな。
でこういう時になんか今町をもともとのそういう閉鎖的じゃなくて、もっとみんなが発言できてやりたいことをできる町に今やっちゃえる面白い町にできるチャンスなんじゃないかって考えて活動を始めたんです。それが石巻 2.0 っていうプロジェクトです。でそのプロジェクトの一環で、まあ、みんなこう面白いことが大好きなので、当時店とかもあまりなかった夜のお店だったら集まる場所欲しいよねって考えて、じゃあ自分たちで作っちゃおうよ。ここもともとはあの天井まで5センチくらいのところまで津波が来て、震災の前から空き家だったんです。石巻空き家がとても多かったんです。こう経済的にすごい停滞していて、でそういう空き家がせっかくあるって安く貸してもらうって交渉して、で自分たちでこういうバーを作っちゃったっていう、本当にこう DIY、 大工さんは一人もいない、みんな素人がこうペンキを塗ってちょっとデザインを面白くしちゃって、こういう自分たちが楽しめる場所を作ろう、明日の復興を考えられる場所を作ろうっていうふうに作っちゃったのがきっかけですね。震災後いろんな電話も通じない、インターネットもない、電気も通じない、ツイッターなんかもできない、そういう時に生きるためには隣の人と話さなきゃいけなかったんですよ。今まであんまり隣の人と話さなかった石巻という町ですけれども、もう生きるためには隣の人と話して挨拶もするようになった。町を歩くと、その4月なんかはもう誰とでも挨拶するような素晴らしい環境でした。義援金だってすごい額が集まってるんです。それだって実際我々の手元には来てないんですよ。日本国政府はもう原子力発電所プラントのことでもう頭がいっぱいなんですね。非常にもう深刻な状況が出ていて、あのチェルノブイリのその原子力発電所の事故にも匹敵するか、それを上回る深刻な事故かもしれないというこの状況下で、日本国政府はもうこの東日本大震災のそのサポートをする力がどんどんなくなってきているんですよね。我々被災者をどうにかしたい、なんとかしたいっていう話は一切出てこない。国会中継でも全然出てこないですよ。でそういうことを全体的に考えると、果たしてこの石巻東北の復興が可能かと言われますとね、僕は非常に厳しい。国も県もまあ悪く言えばもうお荷物なんです、被災者は。それで小金山会館はですね、あの小金浜の地域の人のためだけじゃなくて、あの困っている人すべてにあの開かれたゲストハウスなんですね。ですからスープキッチンもしてますし、あの物資の配布もしていますし、それから悩み事の受付もしています。それからあの瓦礫の撤去、ハウスクリーニング、そしてあの保育園、保育所、幼稚園のようなところの教育の支援、あるいはその物資の支援ですね、今は現在はあらゆることを行っています。僕はあの一人の平凡な人間ですからね。じゃあどうするかっていうと、毎朝あの勇気と希望を持ってあの起きることにしています。でそれはどういうことかと言いますとね、自分の目の前にはたくさんの友達がいるわけですね。今までは震災の前は誰かにやってもらう、なんか町の仕組みも誰かが決めてもらって自分はその中で動いていた、じゃなくて今やってるのは自分たちが町を作ってるんですよ。あの僕だけじゃない、町の町内の人たちも毎日この辺りの人たちは集まって、アイデアを持ってる学者なんかを呼んでワークショップなんかも積極的にやっている。そうやって自分たちで作った町っていうのは誰かに任せた町じゃなくて、もう自分で仕組みが分かるんですね。で仕組みが分かる生活っていうのは本当に心地よいというか、住んでて楽だと思うんですよ。As you can see, his house is semi-rebuilt now. It's not completely rebuilt, but it is semi-rebuilt, and he is sleeping on the floor of his house, as do we sometimes when we go over to visit him.
And his volunteer team as well. We all sleep on the floor there. Yeah, an incredible man. Yeah, definitely. The Satos, Mr. and Mrs. Sato, their shop is back in business. And we go there every time we're in Ishinomaki because they give us hugs and smiles. And it's so wonderful to see them. And they have awesome sake. They have awesome sake, which is sometimes a problem for filmmakers. So. And this is Chiba-san. Now, there's an interesting story about his time after the tsunami. Yeah, he was walking through the rubble, or climbing through the rubble, and he said it was like being in the biohazard game. Which is, you know, and he's still waiting for his visa to come through, his American visa, yeah. And in the meantime... I ran out of time, and Yamakami-san was kind of an outsider in the community, but after the tsunami, he kind of took everyone in his neighborhood and made it his responsibility to feed them every day over a year. That's right. Abe-san still has a lot of children under her care, and she takes care of their emotional and physical needs. Amazing woman. Yeah. They're all amazing. Matsumura-san is super positive. He is always high on what's going to happen in Ishinomaki 2.0, what's going to happen next. He thinks that Ishinomaki is going to become a place like Berlin, where artists come from all over the place. It's like a place for artists to get together. But he's carrying Ishinomaki on his shoulders, and he's tired. You know, it's about 8 months have passed since we shot this movie, and not much has changed since then. We went up recently, and there's still a hell of a lot of work to do. And what can you do? Go to Tohoku if you haven't. If you have been before, go again. Go see our friends. Make new friends. Be with people. And connect. It's very, very important that we do not forget and we act right. On this. Okay? And we'll end with a quote from my monk friend. Meke nai. Nige nai. Kujike nai. Don't back down. Don't run away. Never falter. And just remember, everyone, the health of Japan depends on the health of Tohoku. So, if everyone thank you very Japan, much. That would be great. Thank you.